おはようございます、大原です。さあ今日も元気にコアラポンコツがブライトを突き掛けやっていきましょう。お願いします。まずは前回皆さんからいただいたコメントを紹介させていただきます。はい。まずは一つ目のコメントです。わざわざ獲得したデアという世界的なゴールキーパーを即座にベンチに追いやれるんだから、やっぱりゴールキーパーが本職で、そうということです。まあまあデアがね、あの不調だったんで今回は先発させていただきました。まあそこはデアと支えながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ不調以下の時はお願いします。いやまあ絶不調とかね。いやまあデアが不調以下の時はゴールキーパーの可能性は大いにあります。お願いします。うん、ただその場合50、得点入ってなかったら50分以降出る可能性ある。そうしよう。うん、続いて2つ目のコメントです。おそらく視聴者全員が今後もデアが絶不調であることを願っていますということです。いやまあで俺も得点を決めてるんでね、しっかり前線でも貢献していきたいと思います。ありがとうございます。そして最後のコメントです。今回もコアラが後ろに追いやられる季節がやってきててそうということです。はい。まあもしかしたらゴールキーパー以外のポジションにつくこともあるかもしれません。もう秋が来たってこと。いや違う違う違う。はい、皆さんコメントありがとうございました。違います。さ あ, あそれでは日程の詰めていきましょう。はい。さあダービーということでね、記者会見が始まります。前日は勝てませんでしたが、フラムとの試合で勝利しました。ダービーを前に立ち直ったと考えておいですか。いやもうここダービー絶対勝つよ。うん、もう立ち直ってますチームとして。はい。ね、しっかりダービー立ち向かっていきましょう。先日の勝利で立ち直った言うまではないだろう。さ あ, あそれではクリスタルパレスとの一戦いってみましょう。許されない。 OK。 さあそれでは試合前にメンバー見ていきましょう。ブライトンメンバーこちらになります。非常に、絶好調のメンバー多くなってます。今回はジョアン・ペドロをこの位置に入れてます。ポジション的にはセンターフォワードになります。はい。ケッシエ、ミルナ、ウェブスターの3人も絶好調になってます。控えはウェルベックも絶好調で控えています。ここはもう本当に得点という結果で、示したいと思います。一方クリスタルパレスのメンバーはこちらになってます。あゆは控えか。はい。はい。ザーって移籍したのか。はい。はい。勉強しましょう。じゃあ、はい、もうオッケー。厳しいんで。オッケー。さあそれでは試合でいってみましょう。この企画としてやろうと思います。はい。さあクリスタルパレスとのダービーマッチです。負けられない人になります。よし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 、連続得点狙っていきましょう。はい。よし。さあ今回もマジで共存だよ本当に。ペドロとそれがテーマです。はいはいはい。まず勝つこと。オッケー。それだったらもう出た方がいいかもしれない。オッケー。ガソラインって何？ガソラインって何？逆に。はい。何を言ってん？いやなんかそういう横断幕が。おっしゃ来た！もう出てるからね。出てるからねって何？いや横断幕。はい、オッケーオッケー。このスタジアムいいな。いやあ。ダービー絶対負け。いや負けらんないよマジで。お前共存とか言ってるから、ね。はい、オッケー。マジで。絶対勝つのじゃないマジダービー。オッケー。よ。まあやるよ。いいよ。オッケー。いやー、合わないか、惜しい。ナイス、今、素晴らしい。相手、ライト。危ない。よっ、おいおい。いや、ナイスナイスナイス。なかなかなか。うえっ、えいえい。ないか。いや、かなり厳しくて。激しいね。よっ、何やってんの。危ない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 。おいおい。完全にアウトまで行ってるけど。うん。いや、ないか。いや、イエローもないか、これ。いや、俺もやられたけどな、はい。よっ、よっ、当たってる。当たってる、かなり怪しいプレイです。はい、来るよ、来るよ。オッケー、いいよ。いいよ。いやー、いっとかファールかこれ。うん、ナイスナイス。よく見てくれたジャッジも。いや、うん、ちょっとプレミアの審判かなりいろいろね。いや何その、富安さんとか遠藤さんの件は。遠藤って何？いや、あ、遠藤じゃねえ、間違えた、マクアリスターです。はい、はい、何を言って。間違えました。何いやいや、ちょっと手がふらもっともっとしてんだ。いや、唐揚げ美味しく作る。何このバグはちょっとかなり怖いバグが発生してますから。何を。いや、UFO キャッチャーみたいなやってるマジで。さあ、この後です。
えぇ、ー、なに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 、いや、いきなり足かかってないか。いや、全然かかってないでしょ、ここまで。右腕とか、かたらへんでしょ、背中とか。はい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 、はい、これでいいやろ、かなり厳しいけど。かかかかかかか、これでいいのね。はい、こんなもんだろ。いやー、もうちょい強っか、ごめん。いやー、コース悪かったけど、もうちょい強かったな。OK、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 いや、首違うよ。OK、よっ、ファー、ファー、 OK、ファー、それ無理だ。 OK、 どうする、マジ OK、 来た、マジで来た、いや、いやー、よし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 、マジで押してんだよ、最後。いやいやいや、何の左手なの、わかりません。いや、日差しはちょっと何をしてんだよこいつ。いやいや、いらねえよこれ、何これ。え、こい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 、何をしてんの。しゃ、いこ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 い、取れる、 OK、当てて、ええー、俺はない、よし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 よ、うん、いやマジか、オッケー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 、いいよいいよいいよ、なんかよー、ケシ、うん、きた、いや、そっちか、まだ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 、オッケー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 、マイボリよー、さあ、ゼアントロゼアントロ、向こうだいぶ疲れてるからよ、ほんとによケシ、ここは間合いを取る、よし、中、オッケー、きた、きた、いやー、いやー、いやー、いいクロスだったか、お前、いやー、叩きつけしそうがよかったか、ごめんごめんごめん、いや、クロスないっすよ、行こう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 、ナイス、チャンス、オッケー、サイドのスペースへ走らせる、ケシエ、中、どうする、ケシエが中央へ降り、いやー、まだ、なんか、オッケー、いやー、まだ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 、これを拾いたい、えー、えー、オッケー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 、また別の選手、はい、頼むよ、じゃあ、ちょっとさっきより気持ち強めだな、カメラ視点切り替えで R3 やったら、あ、これいけんのか、さすがに頼むよ、もうオッケー、いやー、最後のチョいらなかったか、ちょっとでかかった、お前、よし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 、さつこちゃんになりました、はい、さあ、おだんばくしょうかのコーナーです、は、マリオ声優 TY って何これ、え、なになに、は、マリオ声優 TY って何これ、リアル、いや、知らないです、ね、え、なんかあったのか、いや、声優さん変わったけど、マリオ、あー、変わるってか、はい、やってた人が、はいはい、ありがとうございます、斎藤、いや、本当に同じ違いない斎藤美月選手、はい、うん、1年間ってね、本当に長期の間になりますけど、早く持ってこられることを祈ってます。おい、ミニモリって何これ、え、なぜ急にミニモリが登場してる、いや、いろいろ騒がせてる方、いや、いいって、その反射は。はっ、慶応符号、おい、どういう横断幕が立ってんの、慶応符号格って、お前最低の横断幕だけど、いや、だパレス側だから、はいはい、いや、もう、このドア出る頃には多分もう決勝の結果が出てるはずです、はい、はい、立教マグルと並べんな慶応符号格を、ガソリン高いは、あ、先ほど見ました、は、01終了というのは、いや、なんか指原さんのMC、あー、番組が、いやね、はい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 、はい、小原翔
処理しろって何小原は、なんで参拝みたいになってんの。何参拝、いや産業廃棄物、ね、あれもっと見やすいないかは。何小原小原より、いや何シュシュえ、なにこれ最後 SUI です。え、小原処理水って何これ、全然言ってる意味わかんねえけど。オッケー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 。いやなんか汚染の、いや汚染してねえ。さあ行こう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 、処理しかない処理しかないよマジで。うん、長いボール縦へ、ナイス。そこ頼む。ここでしっかりとボールをキープして組み立てたいですよね。おいやー、前出れてないか、ごめん。そこターン、もうこれで最後。オッケーオッケーオッケー、まだ49分よ、ターン。そうですね、前半はどこか。おー、さあウェルベック入ってきます。頼むよ、行こう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 。先ほどから厳しくチェックされています。いやちょっと、うん、それはきついね。さすが、ナイスキープナイスキープ、いいよいいよ、マジでいいよ。で、中入れるんだよ。いやなんであんな変なとこ行くの。クッ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 ク、ララーラ入ってきます。違う違う、うん、まあ実際でも、ね、そういうことありました。いきます。オッケー。いやかなりいいとこゲットだと思うけど、ごめん、もう一回くれ。いやもうきつい。わかった、もういいボールでしょ。君でもいいよ君って言う。はい、切り抜けます。シュート、いやーナイス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 、いこう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 、いける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 、他のワードどこ、いけるいける、ナイス、チャンスチャンスチャンス、決定的なシーンがありました。スペースを狙う、何や、何や、来た、いやいやー、うわくないな、チャンスを収めることができる。いやー、ラビラビラビ、同じタイミングで動いてきます。演出と、なに、なんでそこは不満なの。オッケーオッケーオッケー、いや頼むよ演出と。どんだけ決定機逃したと思ってんの。オッケー、ちょっと私演出と変わったんで、やります。頼む、何笑って、頼むよ、行こう行こう行こう、頼むよダービー、よく耐えたみんな。オッケー、いやそう守備がね、うん、よ、うん、この終盤振り返るとチャンスしない。ナイスナイス、よーナイス、エースト動いて、ままです。おい、そっちなんでしょ、2枚目じゃないか。うーん、あー、まあダメよ、もう出すか普通に。向こうだいぶ疲れてるよ。はい、よーし、いや向こう疲れてるからチャンスあるんだ、うん、絶対。オッケー、もうだいぶ疲れてる、うん、ここいいよ、前前前前、行こう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 、いいよ、なんか、いやー行こう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 、頼むよみんな、だいぶ人数かけていい感じ、うん、今日3本目のコーナー、ああいう入ってきました、これまで1本、うん、よっ、惜しい、あのみんな行こう、みんな行こう、もう蹴っちゃってもいい、オッケー、ミリボイエビッチからのパスは通りませんでした。取れないか、よし、エースト上がっ、いや、いやーっ、いやー、もったいない、切り替え切り替え、お願い、マジでマジで止めて、お願い、さあ繋がるか、イエス、まだ危ねえ、オッケー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 、危ねえ、いい攻撃をしていても相手チームは、オッケー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 、いやーポジショニング良かったよ、いやーあるよ、さあ最後の一押しに、やばい、やー今のはちょっとプレッシャーが、行こう行こう行こう、ダメ、一気に前線にボールを送る、取れる、よし、いけ、頼む、いけるよ、何これ、ケンシー、まずい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 、おいおい、ちょっと本当にまずい、これ頼むよマジで、さあ左へ上げて、救って、お、これいいでしょ、来た、クロスが入る、いやー、クリスタルパレス、あー
ました。やった、決まりましたね。いやマジかー。いける、まだいける。いける、負け許されないよ、これ。行こう。持ってっちゃう、行ける。いや、空いてたけど。惜しいな、つなげなかったな、今。お願い。本当に頼む。ナイス。落ち着いて。もう、もう。起きるよ。はい。落とせ。いや、行け。行け。あるよ。頼む。なんか、頼むよ。来た。イエーイ。いや、今の。まあ、俺が言うことじゃないから、消えてほしいな。ちょっとこれは僕もきっと責任感じなくちゃいけない結果です。ダービー敗戦となってしまいました。ダービーマッチ敗戦となってしまいました。スタッツこちらです。評価点はこちらになりました。さあ他会場見ていきましょう。ユナイテッドチェルシーはチェルシー勝利、バーンリーとして引き分けです。いやー、ウェストハムに勝利してます。順位下がって、10人勝ち点12となっています。リバプールと差広がってしまいました。はい、会はこちらです。ちょっとボーンマスカラオファーが来てます。さあ月間ベストルーム発表されたようなので見ていきましょう。ポンコツ P が選出となりました。いや、ミルナも、ミルナも、はい、ミルナ、ポンコツ P が我々ブライトンから選出です。やっぱ前なんでしょうね、その前。はいはい、そこの前が今後の課題となっていきそうです。はい、さあそれではブレントフォードとの一戦いってみましょう。はい、さあそれではメンバー見ていきましょう。まずはブライトンのメンバーこちらです。ペドロが好調キープしています。今回はグロース絶好調ということで先発起用とさせていただきました。このメンバーでいきたいと思います。はい、ブレントフォードのメンバーはこちらになってます。さあそれでは試合いってみましょう。はい、さあ残念ながらダービーマッチは敗戦となってしまいました。まずここはね、勝って連敗は避けなくてはいけません。本当に、ね、前線の選手は責任を感じて、ここ結果を残さなくてはいけないです。マジで時に取りに行きましょう。一緒に戦おう、ペドロ。俺は決める。よし、やっぱ前線の補強が出てます、ね、オッケー。で、そう出てもおかしくないね、この状況はね。あなたそれ否定してたけど。はい、いや、いいプレッシャーよ。イングランドリーグ第10節、ブラッドフォード対ブライト。ちょっと呼び方が気になります。そうですね、このシステムのいいところはいいよ。サイドハーフが上がることによって、オッケー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 、状況を作れますからね。頼むよ。前線トップの役割がポイントになってきますよね。オッケーオッケーオッケー。富安あるよ、クロスあるよ。いやあそこに入るようなフォワード見たいけどな。オッケー、前に入ろう。フランク・ケシエ、ここヘル狙っていきます。よー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 、ナイスナイスナイス、そっかかか、いいよいいよいいよ、ナイスよー。ディバラマスクはナイス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 、いい抜け出しを。オッケー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 。あのアシストついたか。え、なぜ喜べないそれ。別にいいことでしょ。ナイスナイス。は？引きリクレスいらねえよ。100万突破おめでとうございます。はい、最高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 。さあブライトン、この早い。前からよ。先制しうん、いやリードしたってことも大きいですけども、やはりそれ。さあどんどん追加で取ってこう。ナイス。いいよトミー。トミーよ。しやすくなるということですよね。はい。主導権を握る意味では。いやちょっと出るタイミングが、ね、あれの。大体得点するし。ないよ、ね。はい、確かに。三人目として動くもらえる動きっていうのをした方がいいと思うけど。オッケー。ナイスカバーリングよ。いいね。ナイスいいね。前日の試合ではサイドを広く使ってチャンスを取ったという印象です。そうですね、いやナイス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 、なんかあるよ、効果的でしたよね。はい、決勝でも左からのカモン、いや打て、よっしゃ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 、コアラ2アシスト。いや今アシスト入んない。なぜ、いや一発で、はいはい、ナイスよペドロ。
いやー、前線が結果を出していきます。ナイス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 。ウイングいいかも。ウイングとかじゃなくてね、うん、ポジショニングセンスが光ったゴールになりますよね。ナイス、オッケー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 、いいよ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 。さあ、この行こう。ナイス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 。いいよ。今シーズン絶好調と何かと注目。いいよ。行こう、ジャンプだろ。いやー、惜しい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 。いいね、フォアペドの。完全にキーパーに助けられましたね、これ。うん、あ、いいよ、いいよ、いいよ。抜け出し、いいね。うん、リーバスも抜け出しの最高の形でした。惜しい、惜しい。オッケー。うん。全然いなかったけど。ちょっと入れなかった。ちょ、これ戻ろう。オッケー、オッケー、再させた。いいよ、いいよ、オッケー、オッケー、オッケー。うん。さあ、送りましょう。ナイスナイスナイス、いいね。うん、縦もあるよ、縦もあるよ。オッケー、いい、ね、まあ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 、そこ顔出して、うん、うん、いいよ、空いてる中、いいよ。いやー、まだまだ、もう一個出して、惜しい惜しい惜しい。ちょっとプレッシャー厳しかったわ。そっちでもらいたがんの。STP には何してるの。なぜ抜け出さない。いいよ、三笘から。どうすんだ。惜しい。いこ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 い。頼むよ、マジで。いきます。はい。いや、引く。ちょっと、えぇ、全然加減できてないけど、マジで。いやー、申し訳ないけど、でかすぎ。もうなんか引っかかると思ってずっと押したのに見えてるけど、こんにちは。そうです。うん、ごめんなさい、今のはもう完全に信じてなくて。 OK。 さあ、横断幕紹介したいところなんですが、このスタジオもしかしたらちょっと見にくいかもしれません。はい、ちょっと、うん、試合中に、ね、はい、見てください。はい、よし、さあ、行こう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 。あるよ。うん、空いてる、ペドロ。いやー、エメリカ。うん、いや、ペドロ今空いてる。いやー、ペドロ使ってもらったら、おい、ちょっとそっち見えてなかった。取れるよ、OK。 いやー、いやー、ちょっと、ちょっと今であれ無理あったか。やばいやばいやばい、危ないよ危ないよ。ボールが繋がる、ゆるいボール。おーし、ビニャー、オッケーよ。サイド、行け。ここ、ごめん、ちょっと難しいパスになった。いやー、いけよ。取れるよ、取れるよ。いや、ナイスバック、ナイスプレッシャーバック、いいよ。ナイス、ビニャー、いいねー。ナイス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 、いいよー。これはすごい回収できてるよ。お前じゃない、これじゃないか。いやー、まだ、いや、3人目の動きしてたらな。オッケー、そうだね。どうする、トミー。また中央へ、サイドへ、フランク・ケシエ。でいか、早いパス回し。3人目スルーパスを出す。いやー、もうまったか。オッケー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 。やばい、なん、余裕るでしょ。うん、ウェルベック帰ってきました。三笘下がります。ラーナも入ってます。はい、いや、終わったか。枠、よしよしよし、行こう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 。もう中入ろう。コボ、いいよいいよ。そこまで行けない。おし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 、ちょっと出せなくなって。違う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 、もう一回見てみて。俺のこと。なあ、よっ、よっ、疲れてんね、ステビニャンが。頑張ろう頑張ろう頑張ろう。うん、やばい、危ない。こうなん、今日もなんか、はい、うん、
クリア、オッケー。いやサポート、行って行ってる行ってる行ってる、縦やるよ、ない来ないか、取りたいね、おっちゃおっちゃ、言える、チャンス、言え、取れ、それ、おい、いやーごめん、何をしてんのマジで、ずれちゃった、いやマジごめん、いやちょっとごめん、方向間違えた、いやちょっと決定力がひどすぎる、そうね、このカウチ手放しは喜びません、アシスタ決めましたけど、しっかり僕も得点決めたいところです、俺が決めるって最初言ってたけど、うん、それは本当に申し訳ない、スタッツはこちらです、ジョアン・ペドロが MVP となりました、さあ上位陣どうなったか、ハリバプールと差詰めることができるのか、ユナイテッド・チェルシーはアートミス・カールス・ドロー、シティは勝ってます、おっと、リバプールがスパーズとドローという形になりました、はい、はい、さあ順位上げて勝ち点15、リバプールとの勝ち点差が現段階で8となりました、ただもう4位スパーズとの勝ち点差、もう勝ち点2差となってますんで、ここからより気を締めてやっていきましょう、回はこちらです、アヤル選手にオファーが来ています、サンプドリアから、はい、これはマリアルでも出てる選手、これはオファー受け入れたいと思います、はい、交渉成立させます、はいはい、さあそれでは次回の動画では入荷するユナイテッドの一戦、さらには、リバプールとの一戦も控えています、シートの非常にさらに大事な試合になります、はい、今日引き締めていきましょう、それはまた次回の動画でお会いしましょう、さよなら、本当にすみませんでした、あちょっとはないですよ、はい、この動画いいと思ったら高評価お願いします